パリ・ルーベは自転車ロードレースの一つでフランスのパリからルーベまでおよそ 260km を走るワンデーレース。1896年から行われているクラシックレース。最多優勝者はロジェ・デ・フラミンクとトム・ボーネンの各4回。レースの最後はルーベの街中にあるベロドロームを一周半しゴールとなるのが恒例である。ベロドロームの前にある100回開催記念碑。 デザインはこのレースの象徴である石畳をモチーフとしている。大きく波打つパベ。中には土がむき出しになり陥没したところさえある。ワンデーレースの中では最も格式あるレース、モニュメントの一つであり、クラシックの女王と呼ばれる。その優雅な異名とほぼフラットなコースレイアウトとは、裏腹に内容は過酷であり、総数30弱、総延長で 50km 前後にも及ぶ。 握り拳台の石が敷き詰められたパベが登場し、強烈な振動で選手を苦しめ、風雨にさらされ露出した鋭い角や段差でパンクや落ち車を発生させる。雨が降った場合は、弾け飛ぶ泥のせいで選手たちは泥まみれとなる。泥が変速機やチェーンに降り注ぐため、メカトラブルも多発し、ぬかるみにタイヤを取られたり、 濡れて一層滑りやすくなった石が原因で、パブでは大落ち者が発生しやすくなる。晴天の場合も巻き上がる土ぼこりが選手の目や喉に襲いかかり、スピードが出やすくなるためシビアなバイクコントロールが一層困難になり、パンクが多発し、落ち車すれば激しく石の上に叩きつけられて負傷することになる。毎年のように落ち車して骨折したり、 土や泥が口や擦り傷に入って感染症にかかる選手が発生する凄まじさゆえ、このレースには北の地獄というもう一つの異名が完成られている。戦術の通り例年、多少の変更はありながらも、大小30カ所前後、距離にして50キロメートル前後のパベ区間が設定される。これら全てに番号が振られており、数字と合わせてセクターと呼ばれる。 セクターの数字はゴールに近づくほど数が減るカウントダウン方式をとっている。パベにはそれぞれアレグラや距離などを踏まえ5つまでの星の数でその過酷さが表される。乾燥車でパンクを経験しないのは2割前後と言われており最も過酷ない5つ星が付けられるラーブル、モンサンペベル、カルフール、ダルブルなどのパベは一流のバイクコントロールを誇るプロ選手たちですら パンクや落ち者が起きないよう、天に祈って走るほどである。こうしたリスクを少しでも避けるため、パベウェク間に入ると、選手は比較的路面の荒れが少ない路肩を選んで走るのが通例であるが、路肩は非常に面積が狭いため、自然と選手が一列棒状になる。この時に先行する選手たちがアタックをかけると、そのまま路肩を走っていては置き去りにされてしまうため、 後方にいる選手たちは、パベ上を走って追走しなくてはいけない。しかし、アスファルトで舗装された道と異なり、段差のあるパベを走行する場合は常に、落ち車やパンクの危険を伴うことになる。加速、追撃することは、困難を極めめるために、通常のロードレースに比べて集団が分断されやすい。これに加え、仮に、パベ区間において、集団の前方で、 落ち者が発生すると道が細いので簡単に塞がれてしまう。そのため、後方の選手は物理的に前に進むことができなくなりコース沿いの畑などの中やそのあぜ道を進む羽目になる。その間にギャップは広がる一方となり、最悪の場合は戦わずして勝負に絡むことさえできなくなる可能性をはらんでいる。このことから通常のレースと異なり、 風圧を受けるのを承知で先頭に立ち、上記のリスクを最小限に抑える作戦を取ることとなる。どのチームも考えることは同じなので、時にセクターの入り口付近でゴール前スプリントの一撮取り争いの様相を呈することもある。さらに万が一パベ区間でチームメイトがいない中、メカトラブルが発生してしまうと道が法則時にコースを迂回する形で、 チームカーコンボイがレースを追うので到着するまでに相当な時間がかかる。そのためとのレースよりもメカトラブルが致命的な遅れになる可能性が高い。よってこのレースの戦い方としては、パベの特に荒れた箇所に突入するところでアタックをかけて人数を絞り込んでいく、あるいはひたすら先頭についていき、アタックの繰り返しや段差による振動、プレッシャーによって 相手を肉体的、精神的に消耗させてから、終盤でのアタックや、ベロドロームでのゴールスプリントに持ち込む、といったパベ区間を利用した各種の駆け引きが、レースの重要なポイントとなっている。悪名高いアランベールのパベ5つ星のパベの中でも、難所中の難所として知られ、パリ・ルーベを象徴する存在が、アランベールである。2 2 4トルにわたり、 レーズムの森サンナマンアーレルを貫く、この道は1968年に初めてコースに組み入れられた。ほとんどが平坦なレイアウトのレースの中では珍しい、上り区間のため、アタックをかけてライバルを引き離す絶好のポイントとなっているが、パベの荒れ具合が特に激しく、ロードレーサーどころかシクロクロスバイクでも走ることが困難なほどである。その上比較的走行しやすい。 路肩部分には主催者が柵を張って、一人走れるか、どうかという程度の幅しか残しておらず、ほとんどの選手は嫌でもパベ上を走るしかない。その上雨が降れば、その路肩も泥や水たまりでまともな走行は不可能になるため、強制的にパベの上を走らされることとなる。一台分狭まって道幅で混雑が激しくなり、誰かが石の表面に浮いた土でスリップして、 コントロールを失ったり、石と石の隙間の段差や泥にはまったりして、バランスを失うと、それをきっかけとして、大量の落ち者が発生する。1998年には、ヨハン・ムセウが、膝の骨を砕き、2001年には、フィリップ・ゴーモンが大腿骨骨折の大怪我を負っている。他、選手以外にもバイクカメラが点灯するなどの事故も、多発している。このパベが、セクターナンバーとしては、 序盤、コース全体としては、中盤に設定されることが多く、その後の展開以下では挽回することができるという点は、選手の救いとなっている。サスペンション付きのロードレーサーで走る選手たち過酷な、パベを攻略するため、このレースには、他の UCI ワールドツアーのレースでは使用されない、特殊な機材が使用される。例えば振動を軽減する目的で、 わざわざこのレースに合わせたジオメトリを採用したり、振動軽減の加工を施した特製のワンオフフレームを使用したりする。他にも厚手のバーテープを二重に巻いたり、エラストマーをフレームやハンドル内に封入したりすることも多い。かつてはマウンテンバイクのようなサスペンションをつけたロードレーサーが投入されたこともある。さらに泥つまり対策としては通常使われる。 キャリパーブレーキの代わりに感知ブレーキを使用することがある。近年では改造ではなく、最初からシクロクロスバイクを用いたり、プロユースではパリルーベやロンドファンフラーンデレム専用、アマチュアユースではロングライドイベント向けとなる振動吸収性に優れたモデルを用いることが多くなっている。またホイールもパンクやトラブル防止のために他のレースで用いる少ないスポークのエアロリムに、 クリンチャータイヤといった構成ではなく、多めのスポークにチューブラータイヤか、チューブレスタイヤという組み合わせを使用することが多い。かつては、シクロクロス用のハンドメイドタイヤ、デューマスを愛用する選手も多かった。カーボン技術の発達により、ホイールが割れにくくなったことから、2010年のこのレースを制したファビアン・カンチェラーラのように、カーボンディープリムをチョイスする選手も出始めた。 このほかレース中の対策として、パブでは車が選手の脇を通れないことが多く、通常のチームサポートカーやニュートラルカーではトラブルに対応できない可能性がある。ため、ニュートラルカーの代わりにホイールを積んだオートバイが多数投入されるのも特徴である。しかしながら、これだけのサポート体制によってもパンクしたホイールを速やかに交換できない選手は発生してしまう。このため、 地元の自転車愛好家が自前のホイールを持ってパベの出口あたりに待機しており、サポートを受けられない選手にホイールを提供する光景が各所で展開する。ありがとうございます。